じゃあ系統樹の書き方についてちょっと見てみましょう。こちら人と馬とマグロね、それぞれの動物が同じ種類のタンパク質を持っていたとして、そのタンパク質のアミノ酸配列を見比べたときに何箇所で違いがありますかっていう表です、ね、例えば人のそのタンパク質と馬のそのタンパク質、アミノ酸配列をずらーって並べたときに何箇所に違いがあるかな、ね、12箇所に違いがありましたっていう表です。じゃあ、系統樹書いてみましょうね。まあこれパッと見たときに人と馬の違いは少なそうだよね。12っていう数字が一番、ね、小さいもんね。人と馬ね、違いが少ないんだからなんとなく近そうだよね、人と馬はね。だから人とね、人と馬はね、近いよね。でマグロが一番遠そうだな、マグロが一番遠そうだな、マグロね、ここまでは大丈夫そうですよね。でじゃあこの長さね、ここの長さにアミノ酸の置換数ね、アミノ酸が変わっちゃった数をこういうところの長さに埋めてみようかね。ここら辺にアミノ酸の置換数を埋めてみよう。分岐してからの距離のところにアミノ酸の置換数、アミノ酸が変わっちゃった数を埋めてみよう。まずね、人と馬ね、違いが12箇所ね、違いが12箇所ね。だから馬は馬で、人と馬の共通祖先から6個変わっちゃったよ。人は人で6個変わっちゃったよ、ね、だから12箇所の違いがあるんだよっていうふうに12を2で割った数をここに入れます、ね。僕と、もう一人の人が同じ種類の本を持ってる、ね、数百ページの本を持ってる。僕は僕で6ページのところを6ページ分選んで好きなページを選んで書き換える。もう一人の人ももう一人の人で好きなページを6個、ね、6ページ分選んで書き換える。じゃあその人の本と僕の本何ページ分の違いがあるかな、ね、僕は僕で6箇所選ぶ、ね、この人はこの人で6箇所選ぶ、ね、同じページを変えちゃったっていう可能性は無視すれば6書き換えた、6書き換えた、ね、違いは12個分だよね。同じように6個変わっちゃった、6個変わっちゃった、ね、だから12箇所違うんだっていうふうに考えてよい、ね、あの均等な数変わっちゃったっていうふうに考えていいですね。本当は系統樹の書き方って種類がある、あるんだけど、だから本当は問題文で説明されなきゃいけないんだけど、まあ問題文に特に説明がなくても12箇所違いがあったら12を2で割って6個ずつ変わっちゃったっていうふうに考えていい、ね。じゃあここの長さもね、ここの長さも埋めてみようね、ここの長さも埋めてみよう。じゃあ同じように2で割ればいいんだからって言ったって、見てこれ、あら21と19か、んあれどっちを2で割ればいいのかなって思っちゃうよ ね。こういう時はね、これ理想はさ、これ理想はさ、理想はマグロと人の距離とマグロと馬の距離、つまりマグロと人の遠さとマグロと馬の遠さって、これ理想は同じだよね、理論上は同じじゃない。だってこれ道だと思ってごらんよ、これ道だと思ってごらん。こっから歩き始めてマグロから人に行くまでの距離とマグロから馬に行くまでの距離って同じになんなきゃおかしいよね。だけどさ、やっぱり現実はちょっと違いがあるんだ、数字の違いがあるんだ。だからこういう時はね、問題文に何も、説明がなかったら勝手に平均取っちゃう。21と19、勝手に平均取っちゃう。21と19の平均は、21と19は足したら123、40だから40を2で割って20、ね、違いは20としてしまう。馬人とマグロ、馬人とマグロの違いは20だってしちゃう。やっぱり20箇所で違ってるんだから、それぞれ10個変わっちゃったから、それぞれ10個変わっちゃったから20箇所の違いがあるんだよ、ね、さらに20を2で割って10、10と埋める、ね、10-6 はここは4だねっていうふうに、系統樹を書く、入試問題では書くことが多いですよね。ポイントは12違ってたらそれを2で割って、あ、6個ずつ変わっちゃったんだなってところ。でもう一つのポイントは、あらら21と19これ同じ数になんなきゃおかしいじゃないっていうところがあったら、自分で勝手に平均を取っちゃうっていうところね。まあ本当はね、問題文でちゃんとね説明があるのが一番いいんだけどね、問題文に何も説明がなかったら自分で勝手にこういう処理をしてよいと、入試ではね。じゃあ系統樹の書き方でした、復習してみてください。